ザボンドライジャパンインチキおじさん野沢です。自転車の世界には激レアなカラーっていうのがあるんですよね。いろんな会社が今はオリジナルで、アップチャージをいただいてですね、ご自身の好きな色を塗ってくれたり、あるいは非常に生産台数の少ない色っていうのがあるんですよね。イタリアにある超有名ブランドが出していらっしゃる激レアカラーなんですけど、当社の技術力でなんとかならないかと思いましてね、チャレンジしたわけでございますね。で、世界に1台のものを作りたい場合、やっぱりハンドルとかね、ステーム、あるいはカーボンボトルゲージとかを色塗りたいわけですよ。それを今その本国の方に頼んでもなかなかできてこないという状態があるので、日本国内で、なんとか色を塗れないかなと思ったわけですよね。 CDJ にいます敏腕激うま塗装職人さんをもってしてもですね、なかなか難しくて思った通りの色が出なかったわけなんですが、とても苦労して工夫して、いろんな表現ができるようになったわけです。このようなボトルケージもフレームカラーに合わせたいじゃない。あとステムとかね、ハンドルとかで、この結晶塗装っていうのは柄の出方があんまりこう人為的にコントロールしにくいんですよね。それであっても今回いろいろ試行錯誤したことによって、まあある程度コントロールできるようになったので、皆様のご要望に応えられるようになったんじゃないかなと思いますね。このような細かめで密度の濃い結晶状態の形とか、あるいはこのように大ぶりで直線的なグラフィックとかね、いろいろあるわけですから、まあ、ハンドル全体を見ると、まあ、こういう形で今のところは落ち着いているんですよ、なかなか綺麗にできてるんじゃないかなって思っております。このフローズンカラーは最後に塗る色を変えることによってね、こういうふうにゴールドとか、はたまた皆さん大好きなこういう赤ね、レッドとかできちゃうわけですね。何にも塗らなきゃシルバーっていうことになります。まあ、そんなわけで弊社愛を知るカーボンドライジャパンは、今日もあなた様に世界の一台唯一無二のものをお届けできるように、切磋琢磨しております。そんなお話でした。ご視聴ありがとうございます。